シャープシャープ製のスマートフォンシャープ製のスマートフォンでは、これまでシャープから発売されたスマートフォンをまとめる。日本国内市場でシャープから初めて発売されたスマートフォンは、NTT ドコモから2002年に発売された SH2101V が最初になる。ザウルス OS を採用していた。この機種以降、ドコモ向けには一般的な携帯電話が提供され、 2010年になるまでドコモからシャープ製スマートフォンは販売されなかった。その後ウィルコムから2005年に Windows Mobile 5.0 OS に採用した W03 が販売され、2010年まで新機種が発表され販売された。初代の WS003SH から WS020SH までは、 クワーキ配列キーボードが搭載されたが、2010年に発売された WS027SH では一般的なダイヤルキーになった。また2008年にはマイクロソフト f t Windows Vista を搭載したウルトラ、モバイル PC の WS016SH も発売されている。またいモバイルから2007年より Windows Mobile 5.0を OS に採用した EM1 が発売され、 モバイル発の端末になった。ただし本機は音声通話機能を許さないためスマートフォンではなく PDA に分類される。日本の携帯電話市場がフィーチャーフォンからスマートフォン主流に移りつつあることより Android を採用した EAS-01 が2010年3月30日に au ブランドを展開する KDDI より発表された。またドコモからも 同様の構成を持つ SH-10B が同年5月18日に発表された。いずれ 1SH-10B は日本国内では少数派のスマートブックになり、スマートフォンとしては初めてワンセグと赤外線通信が搭載された。2010年10月から11月にかけてスマートフォンとして初めてお財布形態に対応した機種が発表。au からは、いずれ3が ドコモからは、リンクス 3DSH-03C が、ソフトバンクから 003SH005SH 00が、発表された。また、ドコモとソフトバンクから発売されるリンクス 3DSH-03C003SH005SH では、3D 表示に対応。ソフトバンクから発売される 003SH005SH 00には、電子書籍の名称の、 ドラッポゴスが与えられた。2011年に入り、仮想移動体通信事業者でもディズニーモバイルがスマートフォン販売計画を発表し、2月から発売された。日本のシャープのアンドロイドスマートフォンサイトの名称は SH 賞になっている。2011年5月から2014年3月までに販売された機種にはアクオスフォーンのブランドが付けられ、 2012年11月に2014年3月までに販売された機種にはタブレットにはアクオス PAD のブランドが付けられた。2014年4月以降に発売されたモデルからアクオスブランドに統一されタブレットのアクオス PAD についてもアクオスの1シリーズとして扱われることとなる。日本国外の市場ではマイクロソフトと共同開発した金が ベライゾンワイヤレスより販売された。他のキャリアでも販売される計画があったが、取りやめになっている。アクオスについては、アクオス携帯電話、スマートフォンタブレット、アクオスフォーンについては、アクオスフォーンを参照。AXX は、Android のバージョン。WMXX は、Windows モバイルのバージョン。NTT ドコモ、編集 AU。 編集機種名のカッコ内は製造型番およびメーカー型番。ソフトバンクモバイル、編集ディズニーモバイルオンソフトバンク、編集 e アクセス、編集ウィルコム、編集。ありがとうございます。